ああ、でもそれは今は関係ないだろう。これってデブとしおりじゃない。お忍びデートみたいね。何が？それはカラコロ工房の帰りにリッチに見られて逃げたというデブの話は嘘よ。しおりから聞いたわ。デブは周りばかり気にして、あの頃みんなが彼女を避けていたから、一緒のところを見られるのが怖くなってきて。どうしたの？いや、私と一緒のところ。そうなの？私を守ってくれるんじゃないの？ごめん。ビッチに見られているような感じがして。その話っておかしいんじゃない？私、鬼扱いなの？ごめん。ビッチが鬼というのは間違いでもないぞ。ちょっと何よ。この中ではあんたが最低の人間なのよ。お前だって負けてないだろ。何よ。それなら聞かせてもらおうか。どうして俺が最低の人間だと言い切れるんだ。それは俺が何をしたって言うんだ。言ってみろよ。何よ、逆ギレ？ごまかすなよ。みんながあの噂をしていた学園祭の後の話か。そうだ。俺はしおりを襲ったが未遂だ。しおりがこのことを口外するとは思えねえ。もちろん俺も誰にも話してねえ。見て見ぬふりした奴がいるんだ。見たわよ。見たけど、しおりはすぐに戻ってきたし。嘘だ。嘘じゃないわ。しおりが男子から人気が出て妬んだんでしょう。何よ、ガリだって。ビッチは最低だよ。人のことは言えませんよ。メガネが言うなよ。私は手は出してません。同じようなものだろう。僕がいいとは言わないけど、みんなと男としては最低だと思い。何？私は悪くないわよ。いいえ、最低よ。しおりの大学合格を祝ってやったやつはいるか？それは私、それどころじゃなくて。僕も。私も言ってないわ。俺は合わせる顔がなかったからな。ゆかりは？私、第一志望に落ちて、彼女の顔も…俺、しおりが大学に合格した日、偶然会ったんだ。俺、志望校に落ちてむしゃくしゃしていたんだ。あなただって同じじゃない。彼女はあなたの手紙を楽しみにしていた。手紙に…年が明けましたね。マックス君は元気にしていますか？私は何もかも忘れたい。消えてしまいたい。高校生活は楽しかったけど、こんなことがあるなんて。時間を戻せるなら1年前に戻りたい。でもそんなことはできない。みんな自分のことで精一杯。
私は寂しいけど、もっと寂しい人がいる。その人のために頑張ろうと思う。過去には戻れないから、未来に向かって歩きます。どんなに辛くても、どんなに傷ついても。おかしな手紙でごめんなさい。運命が導いてくれたら、マックス君に会えるかもしれませんね。うん、何よこれ。あなたに SOS を出してるじゃない。みんな同じ穴のムジナだったみたいね。彼女は優しすぎるんだ。リセットしたかったのかな。消えたかったんだよ。昔に戻りたかったんだろう。それにはフミのアヤさんが邪魔だった。仲直りしたかったんだ。フミのアヤを消せばみんなと仲良くなれると思ったんだ。話、みんな今日でフミのアヤ、これでフミのアヤは死にました。しおりの自殺は偽装だけど、彼女を追い込んだのは事実でしょう。だからそっとしておいてほしかったの。私は娘の名前に傷をつけたくなかったの。子役の佐々木有沙の母親、高校時代に同級生を自殺。私も同じよ。僕は来月結婚するんだ。俺のは説明無用だろう。俺はそこで教師をしているんだ。隠しておきたいのは当然。しおりは京都の国立大に合格して、高校、今どこにいるかは。桜の便箋。